東山動植物園。東山動植物園は愛知県名古屋市畜作東山本町の東山公園内にある市営動植物園。1937年昭和12年に開園した。2017年の年間入場者数は日本国内で上野動物園に次ぐ約240万人となっている。2005年から2009年までの5年間は 北海道の旭山動物園に次ぐ3位だった。2017年現在、飼育種類数は日本一。2015年、西ローランドゴリラのシャバーニが話題になった。入場料は中学生以下が無料、大人も500円と。2010年より、東山動植物園再生プランにより、民間企業を含めた非常に大規模なリニューアルを行っており、 現在は2015年より行われる第2期工事中である。59ヘクタールもの広大な園内には動物園、本園、北園、植物園、東山スカイタワー、さらに遊園地が併設されている。名物は数百種類もの世界中のメダカ類を体系的に展示している世界のメダカ館である。また屋外飼育で活発に走り回る森林狼の 姿が見られたり、カンガルーを至近距離で見られる、カンガルー広場、ライオンをガラス越しに見られる、ワオチューブが設置されるなど、動物本来の生態を見せる展示が進められている。また、他の施設では隠蔽されがちな動物の飼育下での精神的ストレスを解消させるということについても来園者に対して、きんと説明が行われている。また、かつては、 国内では一頭のみというドールシープや、国内では3円でしか飼育されていない希少なペルシャヒョウの飼育も行っていた。円内を走るモノレールとして5両編成のスカイビュートレインがある。2009年5月4日にコアラ社の前に車輪の部品が落下する事故が発生したことを受けて運休していたが、2010年3月18日より運行再開した。 ナオスカイビュートレインが開通する以前には、動物園と植物園との間に、おとぎ列車や、本格的な懸垂式モノレール、東山公園モノレールが走っていた。このうち校舎は、サフェージュ式モノレールの実用資金として、当園に導入されたものだった。2016年3月には、スロープシューターの追突事故と、観覧車の扉の閉鎖確認を怠ったことにより、 遊園地の営業を全面中止し、全遊具の安全確認と再発防止策の検討を行った。なお、2016年10月には、スロープシューターと観覧車の運行が再開された。1968年以降は、動物園と植物園の入場券が共通となっている。1890年、明治23年に、 動物賞の今泉七五郎により公開された並越教育動物園を起源としている。私立動物園としては今泉から譲渡された動物をもととして鶴舞公園において1918年、大正7年に名古屋市立鶴舞公園付属動物園として開園したものが始まりである。手狭になったため、当時新設された東山公園へと昭和12年1月に移転し、 東山動物に改名。開園当初は東洋一の動物園とも呼ばれていた。第二次大戦前には、ゾウキリン、ライオントラなど700種1200点という動物数を誇る大動物園となる。戦中、上野動物園や天王寺動物園と同様、空襲によって暴れ出したら問題だということ多くの動物が殺されたり、戦時猛獣処分、餌不足により餓死するなどし、 終戦まで生き延びたのは五種26点、象2頭、チンパンジー1頭、カンムリズルには、カモ20羽、白鳥1羽だけであった。しかし北、大英一園長などの努力があり、日本国内では唯一ここの2頭の象だけが終戦時まで生き延びたため、戦後になると象を見ようと、全国から小中学生隊が詰めかけた、象列車の項目も参照。戦後には、 動物の数も回復。昭和二十年代後半から昭和四十年代前半までは、ゾウやゴリラによる動物ショーなどが人気を博したが、世相の変化もあって、単なるレクリエーションではない、教育、研究、繁殖などにも重きを置いた動物園へと徐々に転換した。1984年、昭和五十九年には、日本で初めてコアラが来日し、コアラ社には、 連日の行列ができた。また、外国の動物園とも、姉妹動物園になる。2015年、西ローランドゴリラ、シャバーニが、イケメンゴリラとして話題になった。動物園の開園に先立ち、1937年、昭和12年3月3日に開園した。植物園内の大音室の前立ては開園当時の、もので、現存する音室では、日本最古である。 当時は東洋一の水晶宮と呼ばれた。2006年、平成18年12月には重要文化財となる。また、全館内には開園当時に植えられたヤシなど十、数種が現存している。植物園全体は自然林を生かす形で整備されており、見放送路も含めて重要に散策路が走る。梅園、桜の園、椿園。 花畑などに加えて、終わり藩の聞き人として名高い横井野友にちなんだ弥生園など、福の庭園があり、奥池のほとりには1956年、昭和31年に、白川郷から合唱作りが移築されない部が公開されているほか、日本庭園の傍らには1971年、昭和46年に見つかった東山雇用跡群の穴倉鎌跡がある。 1996年、平成8年には、東山植物園の野鳥が、日本の音風景100選に選ばれた。また、植物園ではあるが、子供たちが動物と直に触れ合える、小鳥トリ,トリスの森や、子供動物園が一角に置かれており、人気遊具として、ローラー式滑り台、10階ー、全長、約200メートル、高低差、約28メートルも設置されている。 名古屋市は松原武久市長時代に東山動植物園再生プランを策定した。基本的に別々である動物園と植物園の展示を融合し、従来の見るだけから体験、体感する展示として環境行動を促すメッセージを発信することを目指す。また、入園乗車数350万人に対応し、ユニバーサルデザインに配慮した 施設整備に合わせて、現在同植物園を分断している指導を廃止、各門、工術と展示エリア、主要施設を接続する園路、及びそれらを接続するトラムを設ける計画である。また、正門前に、畜佐図書館を新築移設、2012年して、地下鉄から正門へのエントランスを設置するほか、植物園内に置かれている伊藤ス介記念館を移し、 動植物関連の資料、書籍を拡充、環境と大交流の拠点施設として整備する。なお、実際は動植物園のみではなく、それを核として平和公園と一体となった名古屋東山の森としての里山生、東山公園とその周辺地区の町づくりを含めたものとなっているため、動植物園以外の計画の終了時期は設定されていない。 後に市長となった河村隆市長はこのプランの撤回を表明したが、プランは継続されており、東山動物園の公式ホームページで事業の進捗状況が報告されている。公園周辺には1600台分の有料駐車場があり、正門、星川丘門以外に北園門、上池門、スカイタワー門と植物園門から入り退場できる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。